野呂山スピードパーク国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成野呂山スピードパークは広島県呉市安浦町にかつて存在したサーキットである太平洋戦争終結後野呂山開拓団が入植し大根畑やみかん畑として開墾した場所を新たな収入源として観光地化すべく大規模な公園 遊園地を設置するにあたり、目玉としてサーキットを建設することが決定。開拓団自らコースを設計、造成し、1969年10月19日にオープン。日本で5番目であったサーキットは、3階建てのコントロールタワー、500人収容の観客席、ドライバーズサロン、レストランを有する本格的なものであった。コースは全長1700メートルで、 一コーナーは、すり鉢のようなバンクがついたコーナーがある特徴的なレイアウトとなっていた。1970年5月5日にオープニングイベントとして、日本オートクラブ主催による全日本ストックカークレ 200km レースが開催され、5000人もの観客を集めたが、1974年に騒音問題やオイルショックなどが重なりサーキットは閉鎖された。閉鎖後は、 オートキャンプ場に転用されたが、キャンプ場も後に閉鎖され、現在は立ち入ることはできない。なお、設備の一部やコース自体は現存している。ありがとうございます。